こんばんは。こんばんは。ごめんね。お知らせするのギリギリになっちゃった。こんばんにゃバグる。かゆ。今日は朝起きでポスト行ってスーパー行ってや、うん、薬局行ってでお部屋のなんかこう買ったものとかそのまま放置してたから。片付けて洗濯して昼ご飯作って食べてで鬼滅見てゴロゴロして夜ご飯作って食べて今に至るって感じ。ね、髪の毛なんかツヤツヤだよね。でも今日何もしてない。アイロンかけたくらい、ヘアオイル変えたからかな。巻いてないしね。そう、でもトリートメントしたからこの前美容室行った時めちゃくちゃサラサラだと思う。そうね、本当は銀行に行かなきゃいけなかったんだけどもう寒いし、ちょっとお腹痛くて1日そうだからもう歩けなくて銀行前行くのやめて。そう、そう、でも今お薬飲んだから今日は結構前にファンの人からもらった、私薄紫が好きなんですけどパーカーを着ました。うん、大丈夫。そう、うーってなるくらいお腹痛いなーくらいだから。かわいいよね、生地にハートついてる。そう、薄紫好きだから一寸着とかこういうのこれ愛媛持ってこうって思って愛媛持ってこうって。そう、今日ギフツアーで6年前、ギフツアーが6年前なんですけど、あのね、お母さんのかと思ったらお姉ちゃんからの手紙だったんだよな。実家にあるかな、あるはず。読みたくなった、でも久しぶりに。明日愛媛なわけ、まだ早くないか。もうこのなんかね、多分めっちゃ肌荒れしてて今あんまり見えないと思うけど、多分ファンデーションが合ってなくてめちゃ痒くなって、でも
なんかこのファンデーション2回目なの使うの、その詰め替え用があって、詰め替え用入れたを最近また使い始めたんだけど、確かにこの前使ってる時もめちゃくちゃプツプツになったなって今思って、でも多分それだと気づいてなかったから普通に使ってて、かゆい。でもちゃんといいやつなの、 CNP のやつ使ってたんだけど、多分これが原因なのかなって思ってて、でもちょうどクッションファンで届いたの、今これがめっちゃ流行ってて、そう多分肌に合ってないのかなって、一回こっちに変えてみてまたこっちつけて、かゆかったらもうやめる。そうこれティルティルっていうクッションファンデなんですけど、今これめちゃくちゃ話題で、いやそうパッケージ的にピンクにすればよかったって思うんだけど、ちょっと今赤買ってみました。一回これ使ってみます。そうなの、ティルティル、なんかめちゃくちゃプツプツあって、分かんないけど、まあこういう時期もきっとあるっちゃあるから、そんな気にはしてないんだけどね。でも愛媛とか行くからちょっとは気になるなっていう感じか。そうだから今日はもうちょっと外ってか動こうって思ったけど、なんかもう痛くて動けませんでしたって日でした。でも鬼滅を見てちゃんとまた遊郭編を一から全部見たんですよ。私に本当に理解力がなくて、漫画も読んでるはずなのに。そうでも今回の鬼滅は全然ちゃんと集中して見てなかったから、今日集中して見てめちゃくちゃやっぱいいなと思って、あの牛太郎を鬼にした人がね、あの人だったんだっていうのを、あれ漫画でやっちゃったよね絶対。でも私知らなくて、あこの人なんだってアニメでそう分かって、あとは最終話は本当にねずちゃんが最高級に活躍してて、てか活躍ってか出てて、ツイッターでいっぱいねずちゃんの写真調べてさ保存したの、めっちゃちょうどした 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12枚くらい保存した。そうドーマが6だったから、あこの人は上がったんだと思って、でもさ、カナオもちょいちょい出てたじゃん。そう、カナオの写真欲しいなと思って。
鬼滅見たことないから見てくれるの嬉しい。私もでもずっとその人だったの、鬼滅本当に見ない人だったからさ。そうねえ、ここのさ、もうほらここにさめっちゃファンデーション塗るの、この辺とかに。だからめちゃくちゃできてて、多分そうだと思うんだよね。柱はもう私は胡蝶しのぶなんです。本当に胡蝶しのぶさんが好きなんです。でも鬼滅出てくるの、あーでもね、時と無一郎も好きですね。どんなとこが好きなの？可愛い、私紫が好きだから、なんかちょっとエスケなる感じのしのぶさん好き。でもかなおも好きです。でもかなおの方が好きかな。どっちも好き。うん、かなお、ねずこ、しのぶさんかな。男だったらそう、無一郎くんが次なの、楽しみすぎる。楽しみ。いつなのかな。ミツリも可愛いよね。ミツリも好きだよ。でもやっぱうずいさんかっこいいなって思った。ね、なんか漫画読んでる時はさ、 誰の名前とか分かってるけど、もう忘れちゃったわ。あちゃあちゃ、鬼滅ミーハーでごめんね。男キャラは無一郎くん。鬼滅以外に気になるアニメないんだよな、ごめんね、本当になくて。そう、なんか私本当幼なじみとアマプラ共有してるんだけど、なんか幼なじみめっちゃアニメ見てるっぽいのよ。そうけどめっちゃ見てるわ。うん、もう私もマジで興味ないんだよね。あ、でもね、なんだっけな、アマプラにないけどネットフリかな。そう、お弁当届けた人よく覚えてるね。私が忘れるくらいだよ、そのエピソード。その丸いのリモコンなの、これ。そう、これがファイヤースティックなんだけど、これね、ネットフリもアマプラも YouTube もパラビも TVer も見れるだけどさ。あ、ちょっとアマプラって大人間違えた、大人間違えた、アマプラじゃない、ネットフリ。ね、なんだっけな、気になるっていうか見てって言われたアニメがあるの。ホリミア、ホリミアだ。見たことある人います？ホリミア、ホリミア合ってる、ホリミア。そう、ミュウのおすすめなんだけど見ようかなって思ってる。ね、なんかお店が出てたって言ってたよね。そう、でもさ、私がなんかアニメハマったらなんかガチでアニメオタクみたいになっちゃいそうで嫌なんだよな。ハマんないと思うけど。ホリミアだけ見たいなって思ってる。
待って、めっちゃ面白そうじゃんこれ。ネットフリの今1位のやつ、金魚妻。タワーマンションで幸せとはほど遠い結婚生活を送る6人の女性たちが一線を越えて禁断の不倫愛に足を踏み入れていく。だって絶対おもろくない？ドロドロかな。絶対おもろくない。やばい、見たことある。キュ、本当だね、サンキューだ。サンキュー for loving me、 巡り会えた幸運に。見ようかな。サンキュー撮れました。ごめん雑で。For everything。 でも今更だけど愛の不時着も見てみたい。今更すぎ。そう、呪術廻戦はなんか、呪術廻戦ってもっとグロいって言わん？でも全然話わかんないから。だって鬼滅はさ、なんかわかるよ。あの鬼滅はだって全然興味なくても鬼が出てくる話は分かってたの。呪術廻戦はマジで何が何だか分かってないから。みんなさ、サブスク何入ってるの？なんかいろいろ分かれるじゃん。鬼滅と変わんないの？なのに流行るんだ、すごいね。似たようなのが流行るのすごくない？アマプラがやっぱ多いのかな。アマプラかネットフリか。あ、すごい、アマプラめっちゃいる。一緒じゃん。あ、ね、今日めっちゃインキャみたいな。今日オオカミくんだよね。めっちゃアマプラじゃん。じゃあ私もアマプラからなんか探すわ今。すごい、めっちゃみんなアマプラだね。一緒じゃん。私に合わせてくれてるのそれ。やばいよね、ここからニキビってかゆい。ね、でも確かに配送料ゼロだしめちゃくちゃ助かるわ、アマプラ。めっちゃアニメ見てるよ。でもなんか私の見たい映画はネトフリに多いなって思ったんだよね。この話絶対月に1回くらいしてるよね。アマゾンミュージックってさ、 LINE ミュージックと一緒、ほぼ一緒かな。なんか 入ってるっていうか、アマプラ入ってるから入ってるのと一緒だろうけど、一回も入れたことない。ネットフリは友達に借りてる。借りてる。プリキュアとかあるんだ。あ、レンタルだった。無料だったじゃん。プリキュアとかあるんだ。私が育ったプリキュアマックスハートだって。
プリキュアとかなんかさ、たまにさ見たく、あのアニメを見たくなるんじゃないですか。主題歌を聴きたくなるの。だからキラリンとかめちゃくちゃ好きで、めちゃくちゃ聴きたくなる。わかる。パラダイカめちゃくちゃ好き。ちょっと流しといていい？絶対音出さないようにするから。キテレツ大百科っていざ進めやキッチンでしょ。目指すはじゃがいもみたいなやつでしょ。ゆでたらなんとかかんとか知ってる、それだけ知ってる。いや私めちゃくちゃね、パンケーキが好きなのはキラリンの、キラリンのちょっとパンケーキっていう MV 見てほしいんだけど、あのね MV がそのピンクの、ピンクじゃない薄紫の感じなんだけど、めちゃくちゃ可愛い。なんかあれで本当にコロッケ作れんのかみたいな、あの歌で。とりあえずなんとかのハッピーハッピーサンデー好き、ハッピーサンデー、キラキラおしゃれして、パパンケーキがもうめちゃくちゃ好きなの。本当に大好きなの。もうこんな感じの、なんて言ったらいいの、色の衣装着てる。いや一回見て、じゃあ一回見て私の好きなやつ。クリームの下で柔らかいスポンジを重ねて。包み込んでるの、あーって歌うの本当に可愛いの。てかツインテールが可愛い。なんかね、これはじゃあめちゃくちゃ、私が小学校の時かな、なんかクリスマスか誕生日の時に、なんかキラリンの、あれこれ合ってるかな、なんかキラリンのカセットが欲しいって DS の。でもその時めちゃくちゃキラリン流行ってて、なんか2種類くらいあったんですよ。2種類くらいあって、私はなんかそれのうちの1個欲しいって言ったんだけど、なんかどっちもくれたんです。誰がくれたか全然覚えてないけど、誰がくれたんだろう誰がくれたか覚えてないけど、そう、全然その怪しい人とかやな、親の知り合いとかなんだけど、そう、欲しい、こっちが欲しいんだみたいな言ったら、どっちもくれて、キラリンの。そうで、めちゃくちゃそれでキラリンより好きになっちゃったんですよ。あとはなんかの、これは話したことあると思うけど、何のカセットだっけな、なんかのカセットが欲しいって、普通の DS 用のカセットが欲しいって言ったんだけど、そう 3DS のカセットくれて、渡されたら 3DS もくれたっていう。これはお姉ちゃんの、お姉ちゃんの当時付き合ってた彼氏さんかな、がくれた気がする確か。
もう私の子供の頃の記憶だから曖昧だけど、すごくない？ 3DS までくれるの。ねえ、そう、私はちゃんとなんかそんな欲張りしないように、そう、普通のカセット頼んだら、そう、本体もくれたっていう。でも誰、どの彼氏、誰かに、どの彼氏か覚えてないけど、誰だったっけってなってるけど、そう、くれたそう、そう、何人目の人ってこと、そう、何人目の人だったか覚えてないけどっていう。ですね。あとキラリンのこのタンバリンみたいなのが欲しくて欲しくて、ね、私そんなおもちゃを買ってもらえるじゃなかったのよ。なんかおもちゃなんかゴミになるからいらないでしょみたいな感じで。いや、自分の彼氏だったら私6歳くらいじゃない、それ思ったか。小4とかだよ。小4でくれる、小4で同い年でスイッチくれる人とかいないだろ。スイッチないわ、 3DS。 そう、なんか全然おもちゃ買ってもらえなくて、だからおもちゃとかはもう誕生日か、それこそクリスマスとかにしかもらえなくて、なんか本当におもちゃいっぱいとかにしてるじゃん。そうだけど、これ Wii とか思ってなかったんだよね。でも私めちゃくちゃいい子供だったと思うよ。なんか一人っ子だったからそのわがままってことを知らなかった、私。そうだからお菓子も、親とスーパー行くじゃん、お母さん言うの、今からお菓子見てくるねって言って、絶対1個だけなので、おばあちゃんとかともスーパー行くと、おばあちゃんお菓子って言って持ってくじゃん。でゆうちゃん1個でいいのって言って、うん1個でいいって言って、いつも1個だけだったのお菓子。そう、でもあんまわがままとか欲張りとかなかった。でもそのなんか貧乏とかなんか気使ってるとかじゃなくて、そう、なんかほぼ一人っ子みたいな感じだから、そう、でもなんか親にそのなんだろう、わがままとか、まあ、逆にね、小学校の時とかね、小学校はないな、中学校の時とかな、親に服買ってもらうじゃん、ね、なんか自分の気に入った服と親の気に入った服が違くて、なんかそれでなんか買うってなった時に全然違う服買われた時はなんかとか、自分の欲しかった服買ってくれなかった時はめっちゃ不機嫌になってたと思う。今思えば確かにそう、なんかめっちゃ怒りながら多分歩いてたと思う。記憶あるけど、そう、だから今もう自分でいっぱい買っちゃう。そうかな。キラリちゃんみたいなアイドルになりたいな。
まいんちゃんも好きよ。ねえ、これ何なの？いつも毎日来るけどさ、これ何なの？何、私いじめられてるの？じゃあ長谷部って呼び方やめてほしいしさ、何を言ってんの？どういう根拠なの？福部って何？福部も長谷部もやめてもらっていい？もう本当にね、ね、何なの？しかもさ、ちょっと聞いてほしい。なんかさ、ツイッターでさ、エゴサするやん。エゴサするとさ、なんかさ、なんだ？なんかさ、なんかどっちもなんかよくわかんないまとめ立ててるよね、今。誰が立てたのよ。なんか、チームメイト服部優奈さんがそれほど巨乳ではないと知った時の裏切られた感、はてな。ひどい。ひどい。別に私、自分で巨乳ですなんて言ってないし。巨乳だとも思ってないし、あとはなんかもう一個が服部優奈さんエロすぎるみたいな。いや、どっちなん？巨乳さ、裏切られた感って言ってんのにエロすぎるみたいな、どっちなのと思ってそう、どんなまとめ、なんかすごい、なんなんと思って。私自分で巨乳ですなんて言ったことないし、別に巨乳だとも思ってないし、勝手にさ、そっちやん勝手に私のこと巨乳だと思ってるのは。そう、あ、そういうことか、別の人が立ててるからか。そう、これなんかエゴサしててもずっと全部これだからさ、もうやめてよと思って。そう、だから、普通にだって服部優奈でエゴサしたら出てくるよ、これが。全部だよ、全部交互になってるから。そう、なんか毎日服部優奈おはようってつぶやいてる人もいるそう、そう、びっくりしちゃった。いや、なんかね、巨乳だと思ってくれてたんだと思って、全然自分のこと巨乳だと思ってないんだけど。って言っちゃったいや全然怒ってないんだよ、怒ってないんだけどさ。ダイヤくん、ありがとう。タワー、嬉しい、びっくり、ありがとうございます。嬉しい、びっくり、ありがとう交互にくれてるんだよね今。そう、ありがとう。そう、でもゆきりんさんのさ、 YouTube のコメントパトロールコーナーみたいな、めちゃくちゃおもろい、あれ好きです私。ありがとう。明日はねえ、そんな熱かけちゃダメよ。そうねえ、めちゃくちゃおもろいよね。そうね、まあでもありがとう、巨乳だと思ってくれてて。まあ人によって巨乳じゃないは違うと思うので、うん、みんなぼっ
ちゃんのさ、うん、あれ見てくれました？ダンスのやつ。僕的には巨乳が嬉しいもん。ありがとうありがとう。見てくれました？もっちゃんの ABC の2期バージョン第2弾 AKB が教えるジャンマイラブダンスレクチャー動画です。あやちゃんの顔めっちゃ疲れてない？これ私らなんか顔むくんでるし。髪の毛は私変だね。まあ蛍光ありだから。すごい小さい私ごめん。みんなこれで覚えてね。つんつん。ツン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 、へいちゃん。席でやる人はずね。いやでもやってほしいよね。やっぱ私もそのみんなが踊ってるのをこうチラ見しながらお芝居してるから。え声出た声出た。嘘でしょ。いやー萌木さん、これインスタいいねとコメントありがとうねーさん。次の担当者ってやめて。 YK さんたまありがとうございます。すごい本当に交互になってる。ありがとうございます。ありがとうです。かぶっちゃってる。でも多分私のとこありがとう。しか見えない漂流中手をつなぎたいよ漂流中。すごいありがとう。つながりたいです。タワーが重なっちゃったけど、ありがとう嬉しい。こんな何タワーなのみんな。ありがとう。今日は岐阜ツアー6年前っていうことかな。ABCDEFG 間違えた。ゆうなちゃんかわいいね。なたはほんとありがとう。でももう今日で鬼滅も見終わったので、今日から私はジョンマイラブです。今日から私はジョンマイラブです。髪の毛はね、髪の毛明るいと思う。その稽古期間美容室も行けてないし、なんかどっか行った時にサンロピューロランドのなんか割引券もらったの。いやもう今日はもう今日からスイッチ入るよ。ねえ2期のパンフレットってもう売ってるの？売ってない？見えちゃう。これを置いてかないとくしゃくしゃになっちゃいそう。
アバター変えた。何これ、かわいい。え、かわいい。ハンギョドン、かわいいんだけど。かわいい。私これ、あ、そうなんだ、まだシール貼ってるやつなんだ。趣味は料理なんて言ったことあったっけ、あんのかな。趣味は料理、特技はトランペット。ちゃんちっちゃい、やっぱこう見てるとなんかかわいい。最近トラペット吹いてない、吹いてない。もう実家にあるもん。でもまだネットで売ってないっぽい。まあ、もうちょっと待っててくださいねってことだね。最近筆箱も買ったんだ。なんか100均だけど。このさ、かわいいバラのケーキがあってさ、差し入れしたところのケーキ屋がめっちゃ美味しそう。これで800円だって。ちっちゃいのかな。ちっちゃいよね、ちょっと。美味しそう。あー、交通費かかなきゃいけないわ。急に現実的なこと言う。気のせいだったら申し訳ないけど、また演出変わった？私の時からルン、あゆちゃん今の？いや、私から変わってない気がするけど、変わってる？分かんない。なんか私の時に横内さんが最後に出したから変わってないはずだけど、ユナの時に変わって、それをあやねちゃんとルンバに伝えた。そっから変わってないかな。だからそう、動画見ないと確認できなくて。だから今までっていうの、私5回しかやってないんだけど、無意識にやったら3回目の影響のやつ作れるのめっちゃ助かる。嬉しい、ありがとう。頑張るか。あ、2期のパンフレット買えるんだ今日から。よかった。3期もなぁ、見たいなぁって思いつつ。3期に電磁は、私は多分一回も会わないかも、一回もやんないかも。ルンちゃんかな、入れ替え稽古とか多分ルンバになっちゃうね。
私は全然教える立場じゃないのに全然です。さくらちゃん、さくらちゃんはさ、女の子なの？何歳？さくらちゃん。さくらちゃん何歳なの？昨日59歳。え？昨日言ったよ。嘘、いつ言ってたの？おじさん？あ、お兄さん？おじさんとか言った。お兄さん？おじさん？あ、間違えた。え？というか誰のファンなの？ミユのファンなの？女なの？女なんだ。名前変えた方がいいよ絶対。下押しなんだ。なんか名前変えた方がいいよ。普通にさくらちゃんっていう名前の方が可愛いと思う。さくらちゃんってやって桜の絵文字つけた方が絶対可愛いと思う。名前変えな。すごいね。でも私の配信毎日見に来てくれてるんだもん。ね。本当は30歳？なんで嘘ついたの？嘘つき良くないんだよ。嘘つき良くないんだよ。女も嘘なのかな。疑うのひどい。見て3種類待って。すごい、名古屋駅だ。うん、母ちゃんのこと好きじゃないけど、なんか難しいけど、全然全然好きじゃない。全然好きじゃない。桜ちゃんのこと全然気にならないから、ミュウにも聞かない。興味ないから聞かない。やっと薬効いてきた。薬効いてきた。今日さ、ちょっとお洋服をさ、断捨離しようと思ったんだけど、全然捨てれるお洋服なくて。薬効いて
しいか、腹痛の薬が。なんかさ、今日めっちゃいい柔軟剤で出会ったの。レノアオートリュクスみたいなやつ、めっちゃいい匂いだね、あれで。さ、買おうと思ったけど、柔軟剤あるしなーと思ってやめちゃった。めっちゃいい匂いだった、レノアオートリュクス、オートリュクス、めっちゃいい匂いだったの。そうだよね、使い切ってから買った方がいいよね。私25からだよね。25が10時半、26、20、27、10時半、20時半。待って、めっちゃ10時半開園ばっかじゃないね。わかる、白の柔軟剤めっちゃ欲しいよね、めっちゃ欲しいよねって喋ったことあったっけみたいな感じだったけど、わかる。白の柔軟剤いつも買おうか迷うけど、やっぱ高いなと思って諦めちゃうんだよね。わかる。てか今白のさ、ハンド美容液使ってるんだけど、私前白の香水持ってたのけど、私ホワイトリリーの匂いが好きなんだけど、そう、香水はサボンだったからホワイトリリーの香水欲しいなと思って、ホワイトリリーのハンド美容液めっちゃいい匂いする。もうなくならせたくないくらい。わかる、白って全部欲しくなるよね。なんかさ、ルームフレグランス白使ってるけど、やっぱ全然匂わなくてさ、白の香水をぶちまけたいくらい。これが終わった。キャリーバッグの中にぶちまけて、服の香りが全部白になっちゃった。まあでもいいじゃん、幸せじゃん。なんか白のものは全部欲しくなるよね。いい匂いです。多分男性も普通に好きな匂いだよね、白って。男性だった、みんな。髪の毛につけるものはプレゼント多分ダメかな。ありがとう、考えてくれてたのかな、そうやって。そう、ダメなんだよね。ありがとう、めちゃくちゃ嬉しい。でも本当に化粧品とかそういうの欲しいって思うから、ありがとうね。私にプレゼントをしてくれようとしてた。そんなことないかな。明日はまた1週間の始まりです。仕事が多いですか？本当に愛媛に行くまでにほぼ仕事ないです。まあコロナも気をつけましょうっていうことなので、
愛媛に行ってからはまあちょっと渡ってきますが、気合で頑張ってみせよう。楽しみだし愛媛。そうだからこの家にいる期間めちゃくちゃ休みます。そうだからこの愛媛前はあんまり外には出たくないなって。もちろん私が出れなくなっても誰かが出てくれるっていう状況にはできるかもしれないけど、迷惑かけちゃうからね。絶対この今回愛媛に行ってタイ飯も食べて、牡蠣も食べて、マーズのいちごパフェも食べて、チキンカツも食べて、もう絶対4つは制覇してみせる、してみせる。あ、そう、インスタのリールに牡蠣食べてるやつ出せたので、 TikTok と一緒なんだけど見てください。鯛飯の素は冷蔵、違う、冷凍なの。鯛飯の素は冷凍なんですよ。頑張れ頑張れね。でもさ、3月のさ2日3日が貸し切りだから、そう、貸し切り公演、そう、団体がキャンセルになったらなくなっちゃうから、なくなり、まあ今なくなってないなら大丈夫だと思うけど、なくなりませんようにって感じです。そしたらまた2日3日くらいでしか愛媛入れなくなっちゃうから困る。それはそうだからさ、なんかあやねちゃんとかルンバは多分結構学校の人が見に来てくれてて、多分その学生さんがね、学生さんが多分あやねちゃんのこと気になったとかルンバのこと気になったとかあると思うんだけど、私マジで学生の子の前でやったことがないから、学生の子が多分私のこと気になったとか AKB のこと気になったとか多分なくて、そう、なんかファンが全然ファンを捕まえられてない気がするの。そうだから頑張らないと。なんだろう、おっちゃん劇場のファンの方か、なんだろう、その愛媛近辺に住んでくださってるおじいちゃんおばあちゃんとかが多分ほとんどだから、あとファンの方、自分のから、なんかそう、で学生の団体が一回もなくて、で私のファンの人多分学生の人とそんな会ってないよね、見に来てくださってる方。そう、団体、そうだね、舞台の初日だけかな、みんなが来れなかった日。すごいよね、授業で舞台見るってめちゃくちゃ良くない？それだったらなんか私も舞台やりたいって思う子いっぱいそうだもん。ね、だからなんか子供たちに見てもらえる機会をちょっと与
たら嬉しいなって思った。よし、じゃあ1時間経ったから終わろうかな。もう寝ようがいい？やばい、ここの兄貴にめっちゃ触っちゃおう。パンフレット買いました。お、早い。で、お前ニキビっていう、引退しない。すっぴんだから引退しない。あと3分なんとかしゃあないな。これか。じゃあ3分やってあげましょう。やってあげましょう。え、今日さ、久しぶりに PUBG したの。なんかマッチングしちゃっても4人ってなっちゃってて PUBG したんだけど激弱だった。なんかもうあれあれってなっちゃって。みんなとパブしたい。今パブやってる人いないの？全然できなかったもん。そう、やっぱしかも一人だとドキドキしちゃってできない。やってないよね。そう、やりたいんだけどさ。え、マジでみんなとできる機会本当に欲しい。みんな消してるじゃん。みんな消してるじゃん。え、ピナちゃんは公演派なんだよね。そう、なんかさ、 CO なんだっけ、 COD みたいなやつある？ COD、 あ、そう、コールオブビューティービュービュービューティーやってる人いる？そう、みんな知ってるんだ。そう、なんか友達がそれやってて美しくなるな。そう、コールオブビューティー。そう、なんかそれをやってみたの今日。友達がやってるって言ったから、そう、パブ入れてよって言ったら、なんかコールオブビューティーデューティーならやってるって言われたから、それ入れたんだけど、なんか全然できなくて。有名なんか、でもなんか全然操作むずかったよ。むずかったってか、なんかパブの方がすごい本格的な感じしたんだけど、気のせい。吉川奈々ちゃんもこれから始める。そうなの？何で？パソコン？やっぱみんなパソコンだな。私 iPad 買ったのにマジでさ、全然ゲームしてないからさ、せっかく買ったのにマジでショールーム用なっちゃってるから。コールオブデューティーやってる？やってる人はいない？知ってるだけ？
ね、私頑張って4本使うようにしてるんだけどな、できなくて。昔やってた、え、どっちがいい？あの、正直パブかコールオブデューティーかどっちがいいんだろう。しかもスイッチの容量なくてさ、なんかフォトナークなんか入れたらなんかそれで容量いっぱいになっちゃって、厚盛りとかダウンロードできなくて、 SD カード買わなきゃいけないのあれって。SD カードって高い？スイッチに入れる SD カード、パブの方がいい？あ、安いんだ。スプラしたい、スプラしたいけどマジで下手くそなんだよね。てかマジみんなに一回見てほしい、私のゲームの下手くそさ。でも極めたいって思ってるのよ。だからスマブラとかも持ってるし、でなんならマリオカートとかマリオパーティーとかもやりたいし、なんかね、そうちゃんとゲームはしたい欲はあるの。買ってはいるんだけど。SD カード安いんだ。スプラしたい。パプの方がいいのかな。スプラやろうかな。スプラってさ、あのカード、オンラインのカードないとできない？1ヶ月限定とかだ、1ヶ月だっけ。つまりマリオカートとか多分めちゃくちゃうまいはずなんだけどな。てかなんか AKB でゲームする機会欲しい。スプラってでもさ、それないとさ対戦できないよね、オンラインの入会してないと。なんでそんな世の中にしたんだろうね、本当にひどいわ。そう、買わないといけない、コンビニで買わないといけない。私携帯で買えない気がする。ね、私がゲーム上手くなったらゲームの YouTube とかしたいもん。オンラインのやつ買おうかな。でも1回1年間のやつ買おうと思ったんだけど、こうやらなくなっちゃうから。そう、でもせっかくやるならなんかうまい状態で見せたいじゃん。コールオブデューティーかパブか iPad どっちにしようと思って、まあ、パブはでもずっとやってたからパブでやっていきたいんだけど、友達がパブやってくれないとさ。ねえ、ツイッターでパブ友募集しようかな。やってないかな誰か。何がいいんだろうね、結局なんかそういう戦う系って。エペはまあパソコンじゃん。エペは結構本格的だけど、フォートナイトとかもやってみたいの。そう、でもフォートナイトを入れたらエイペックスが入らなくて、エイペックス入れたらフォートナイトが入らなくてみたいな、スイッチが余裕なさすぎて、あつ森もアップデートできなくて。そうマジで SD カード買わないと何もできない。パブやる？じゃあ私も1回だけやろうかな。1回だけさ、あの何分何秒にマッチングしない？うわ、でも 何のコースか忘れちゃったな。いや今やったらいいのか、パブ入れれる？みんな、うわこんなことやってる場合じゃないんだけど。でもこのさ、パブやって終わるのがちょっとあれなんだよな、結構ギリギリになっちゃうかな。ダウンロード時間かかる。でちょっと待つ。
待ってる、待ってる、待ってる、ダウンロードしてみて。でも今日結構寝たから、私は夜中に一旦5分くらい待つわ。5分じゃ絶対無理か。で、私は携帯に移し替えるね。で、画面を見せたら絶対バンされるから、画面を絶対見せないでって言って、せーの、画面を絶対に見せないで。ごめんね。そう、今からちょっと一瞬だけパブやらせて、私の今のストレス発散もう服買えないからパブになっちゃう、なっちゃう。ルナタンってゲラだよね。褒めて。よいしょ。ごめん。一回だけやる、マジで。一回いけない。忘れてるの、私も忘れたから。ちょっと、そう、本当はなんかストレス溜まってたらキルしたいんだけど、私は仕切ってキルができないから全然ストレス発散にも何にもならない。ちょっとイヤホンはめる。あ、ちょ、音ないとできないから。当たり前か。ねえ、パブできない人は申し訳ないけど、一回私の趣味に付き合ってほしい。遅延しない。あ、イヤホンはめて大丈夫と。パブしてます。よし、私はこういうこともしますよっていう。すげえ目立ってテレビの音絶対邪魔になっちゃうから切るね。いやでもね、なんか絶対見たくない人とかもいるじゃん、こういう出ていけないからやらないでほしいって、まあ、その気持ちもわかる。4人チームでいいかな。いや4人チームにしよう。ファンの人とマッチングできるように。何これ。あ、これでいいのか。全然わかんない。まずあのどれくらい時差があるか確かめるね。じゃあ聞こえたらはーいって言ってください。聞こえますか。 1,2,3,4。 あれ、待って、4秒くらい、そんな時差短い。4秒5秒くらいか。じゃあ違う、リビックにする。リビックの方がいいかな。リビックが短いんだっけ。リビックにしてみようか。一回リビックってものか分かんないけど、 LIVIK ってとこでいいですか。で、オートマッチングの TPP で4人のオートマッチングの TPP でやります。ちょっと私が今ダウンロードしてるかなって言って OK。 ちょっと待ってね、私がまだ準備できないマッチングしますように。すごい、見てこっちにさ、キスバイエイトのさ、なんか出てる。テロップじゃないか。ちょっと寒いから靴下とかせて。なんかね、ミウがね、一回パブ やろうってなったんだけど、そう、ミウが今ケーキ館でもあるから、そう、できなくて。
私のさアカウントの名前知ってる？何の稽古だ？あの小田とリンとの舞台。オッケー、リビックで行けた。じゃあ私が押しますって言ったらみんな聞こえたら押してください。私はその6秒後くらいに押します。いいですか？押しまーす。1、5、6、いいかな、早かったかな、ありますように、来い。あ、でもチーム作れてる、いるかな、ありますように、ありますように。しかも日曜日のこの時間帯って結構人多そうかも。ありますように。私の名前覚えてる？ドキドキ。いる、すごい。え、待って、名前呼んでいいかな。亀丸さん、亀丸さんはファンの人でしょ。ヨーヨー0521さんとアッコさん。アッコさんは違うかな。アッコさんもそう。私は、私の名前チョコチッププっていう名前なんですけど、あのエビの服着てます。ヨーヨーさん、え、すごい、さ、2人いるのかな。エビの服着てます、すごい、一緒だ。え、できた。エビの服着てるんで私が下ろすことになってるの。ヨーヨーさん下ろせる？やめとこうか。私が下ろそうか。買ってみます。どこで降りよう。ここにするわ。嘘。え、じゃあ、BLOMSTER ってここに降ります。ちょっと降りますね。あ、失敗。敵チームか、一緒かな。私でもマジで今全然できないと思う。マジ画面触るのめっちゃ下手くそ。もう慣れてない。このさ、このゴールドコインって何に使うのかな。うわ、4スコアでかいよ。なんか新しい銃増えた。違うか、リビックだからかな。うわ、4160もある、最高。お、2スコアでかい。やっぱさ、狭いとさ早く見つかるよね。使える自販機があるの。なんかガチャみたいってこと。本当だ、なんかこのカートのマークが出てる。すごい、めっちゃ416落ちてるわ。すごい、2人もファンの人いるの嬉しい。アップグレードしてくれるんだ。でも結構コイン使いそうだね。全然集まってないわ。そうなんだ、ありがとう、教えてくれて。リビックのマップあんま来ないからさ。
あ、いるじゃん。いた。キル。1キル。しか言えないってことあるかな。いや、ボットじゃなさそう。一人向こうもキルしてたから、もう狭いからね、マップ。でも4スカルだけでもだいぶでかいかも。え、あのさ、 DP がさ416、どっちがいいと思う？びっくりした、敵だと思ったらアックーさんだった。本当だ、でもギリースーツとかも買えるんだ、これ乗せてくるの？乗せてくれないみたい。あ、乗せてくれるっぽい。スパイダーモードだ。スパイダーマンモードなんかあんの？あ、行きますね。乗せてくれるみたい。カメマルさん、ごめんごめん、すごいめっちゃピーピー鳴らされてるんだけど、乗れねえじゃんこれ。乗れないやん二人乗りなのそれ。乗れないよ。二人乗りなんだけど。空爆どこ？あ、え、撃たれました今。え、撃たれた？私建物の中にいると不安だからあんまり動けない乗れないよ。めっちゃ4スコ落ちてるわ。なんなら空爆今変わっちゃった。間違えた、ごめんなさい。車探してくれてきた、ありがとう、アクーさん。あ、いた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 。やばい、めっちゃいる、めっちゃいる。めっちゃいる。やばいやばい。ボット、絶対ボット。あ、やばい、気絶されちゃった待って、やられちゃったごめん、カメマルさんごめん、助けられなかった。敵が3人もいた、悔しい。
悔しい早かったね、全然できなかった。あ、打たれてる打たれてる、アクさんが消させられてる。ヨーヨーさん頑張って、上の方、上ちょっと上かも。あ、いた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 、頑張れアックさん、右300の方、そこの辺聞こえてんのかな ヨーヨーさん頑張れ、今もヨーヨーさんしか生き残ってない、悔しい、めっちゃ悔しい。助けられなかった、頑張りヨーヨーさん、もうでも無理って思ったら建物の中こもっても良さそうだけど、でもすごい、動き方慣れてるね。いたいたいた、すごい見つけるの早い、下下下下、いたいたいた、いるよ頑張れ、もうちょい左、お、こいつはうまいぞ、こいつはうまいんじゃないか、いけ頑張れ頑張れヨーヨーさんコインは、あ、やられちゃった。コインはなんかその拾ったらそのショップのマークがあるらしくて、マップにそれをなんかそれをグッズ変えられるらしい。うわー、何これ、私がこれ誰に殺されたか見れるんだ。あ、もうちゃんと普通に敵いるじゃん。あ、しかも全然違うとこ狙われてるやん、悔しい。悔しい。なるほどね。めっちゃバグってる。めっちゃバグってる。ありがとうございました。うまかったよ。え、見てたの？ありがとう、亀丸さんもありがとう嬉しかった、できてよかった。思ったよりやっぱリビックだからすぐ覚えちゃうね、できてよかった。みんな終わったかな。ヨーヨーさんもありがとう。いや悔しいね、悔しいです。ドンカツ、ドンカツできるかと思ったんだけど、確かに。え、まだできる人いる？一回だけいない？一回だけやない？まだ終わんない？大変中か、そっか、そうだよね。できる人いますか？いないかな、もうちょっと待とうかな。できる？嘘。てか意外とみんなやってくれてるんだ、嬉しい私は嬉しい私は。いや悔しい、勝てると思ったのに。いや悔しい今のうちにインストールするなんて、朝倉さん失礼します。嬉しい、やりましょう、ぜひ。私がハブを一人でできるようになるまで付き合ってほしいな。ちょっと待って、名前書いてるし、さくらちゃんはハセビを怒らせたって書いてる
怒ってないよ。できる人いますか今。ロビー行けば強制離脱。うん、できるできる。マジバナちゃんとかまだやってそう。何分くらい待って。分かった、一旦待つ。離脱した、ありがとう。優しい、優しいじゃん。じゃあもうちょっとだけ待ったやろうかな。もう一回確認するね。オートマッチングの4人、4人のオートマッチングの TPP リビックです。お願いします。うわ悔しい。しかも1キルしかできなかった。なんかどうやったらいいんだろうな。こうコツがつかめない全然。よし、じゃあ行きます。もう行きます。じゃあ押してください。どうぞ。2、3、4、5、6、7。さあいるかな。悔しい。ね、そうだよね。先に敵を見つけたところで周りにも敵がいるっていう可能性が今回あるってことが分かりました。そうです、単純なことです。え、すごい。マジランちゃんとマジバナちゃんと一緒だよ。やったね。任せよう、任せようとか言っちゃった。やったね、マジランさんお姉になってるんだね。どこをよっかな。キューノちゃんって誰だろう。キューノちゃんって人もそうなのかな。じゃあパワープラネプラントってとこに出てみます。でもなさそうだな。 CRADG クラブクラドグラスみたいなところにおります。オッケー、オッケー。あ、ごめん、マジバナちゃん招待してなかった。マジバナちゃんごめん、そう、ちゃんと失敗してる私。敵いる、めちゃいるよ。うわめちゃいるわ、ごめん、ちゃんと普通にいるわ。そりゃそうだよね、めちゃくちゃごめん。うわどうしよう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 、うわどうしよう。うわちゃんといるわ。え、やっやっやだ、気絶させられた、もうやむ、めっちゃやむんだけど。どっから撃たれてんの、助けて。まだ知りたくない。あ、そこにいたんだね。やだ、もう死ぬやん。ここにいる、上、屋上にいる、屋上めっちゃいる。でも待って、マジだ、後ろ後ろ行って、後ろ、こっちこっちこっち。巻き込み事故だ、本当にごめん、本当にごめん
ごめん、本当にごめん、無理、いけない、キューちゃんもいけない、ごめん。キューちゃんここにいる、私、マジバナちゃんが一人でめっちゃいるよ、めっちゃいるけど、その反対側にいる敵が、あのね、もっと違う、左、そうそう、60とかの方、65とかの60じゃない、そっち、あ、その辺の家にいる、めっちゃいるけど、下の方にいるかも、でその緑の家とかに助けてって言ってるよ。藤原ちゃん助けてあげて。あ、もちろん、もちろん様で。悔しい。だってせっかくさ。マジバナちゃんも一人になっちゃったよ。待ってよ。絶対ね、あさって。いる、いたいたいた、あさってる。マジバナさんとかのやつあさってる。家の中浮いたよ、今。ハンターハンターハンター。そこそこそこ。いる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 、見てる見てる。見てない。左、左っかは、今。窓、窓、窓の左。左、そこ、左、打て、打て、もうちょい上、もうちょい上、よし、隠れて一回、もう一人いたんだよね、ちょっと待って、ちょっと待って、もうちょい前進んで、もうちょい前進んで、ない、いけるよ、いける、スコープなくてもいける、絶対いける、何の銃これ、いた、左側いた、うんと330の家、いた、降りたからこっち向かってきてるかも、右、え、右の方にいる、そのさ、うん、その辺にいた、諦めて走るか、まあ、全然できるな、まだ、まじまちゃんが今一人で頑張ってる、うわー悔しい、私今日全然できないわ、そう、本当に一人でできないんだね、激戦区に降りるからかな、あ、スコープありそう、やっぱさ、そういうのはさ、ビッグ結構不利じゃない、なんだっけ、私がいつもやってるマップ、リビックじゃないとだとまだなんか余裕があるんだよな、だいたいやっぱ狭いのって時間のあれだけど、やっぱあの下手くそにとっては辛い、って思った、悔しい、もう一回くれるかな、とりあえずマジバナちゃんが亡くなりになるまで見届けます、頑張ってる、でも いいよ、クラシックランクドモード、待って、 なんだそれ、ちょっと一回会ってみてみるね、ちょっとまず、ちょっと待ってて、
撮ればね。あ、ヘルメット変えて撮れた、よかった。やっぱ芯の切り替え私まだ全然できないもんな、悔しい。ごめんね、みんな。私はただゲームするだけの配信なんてつまんないよね。こんばんは。全然敵いないね。しかもマンチも全然まだ広いんだもんな。あ、撃たれてる後ろ。左。でも絶対ボットだと思う今の。家入って撃つ？なんで殴ってんの？じゃあ殴った打たん、打ってよ打ってよ打ってよ、もうちょっと右右の上の方いないってっけ。ほら足をつる、下見て、うん、絶対ボットだよ。どこの家の真下くらいにいそう。絶対ボットだよ。マナちゃんは外に出る勇気があるのか。いや、足音したよね。あれ絶対いるよ。あれ、え、足音したよね。いないんだけど、消えたっぽいって。ごめんごめん、右の方に探しない？赤い煙、あれなかったかな。ないね。あ、遠いか。ちょっと消えた。で死にたい。戦おう、共に戦おう、最後まで戦おう。私たちの仇を持ってください。あ、いたよいたよいたよ。3445、木の後ろいるよ。スコープついてない？銃変えてみて、撃ってる。2人いる。 N の、あ、ほら撃ってるよ。後ろにもいる、後ろにもいる、後ろ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 、マジマラちゃん後ろ、マジマラちゃん後ろ、そこで振り返って、もっともっと右、もっと右、後ろ、そこ反対からも撃たれる、そこいるぞ。あ、ヨーヨーさんやってる。ヨーヨーさん死んだみたい。にゃにゃにゃ、マジマルちゃんにゃにゃーよマジマルちゃん一人一人気でした。それ何の銃？待って。
めっちゃすごい銃声するんだけど、銃さ変えたら、今のさ、あのキルした人の銃拾ってみて、もうそういうそんなことじゃなくても何でもいい、もう何が落ちてるんだろう、416、それあ、車来たよ、あと6人、スコープ落ちてるじゃん、そこ、あ、亀丸さんもやってたみたい、亀丸さんも今お亡くなりになっちゃった、アンチやばい、死んじゃうよ、いた、左にいたよ、もうちょっと右、めっちゃ近く、その木の後ろくらい、そこの辺いない、ほらいる、左、ああああ開けました、お疲れ様すごい頑張ってた、でもいや一人でここまでやるのね、しんどいね、すごい、もうすごかった、拍手キルゼロはやばい悔しい、あと1回だな、もう1回で我慢する、できる人いますか、これで終わりにします。準備できた人教えてください。いや、さすがにもうあと1回で終わる。同意語マッチングは、ちょっと待って、充電なさそう。iPad、充電なさそう。推しが喜んでるのが一番。え、嬉しいな。同意語マッチング融合。有効の日本語。第一言語日本語。第二言語らしい。あ、ランKED 合ってるです、よし、じゃあいきます、押してください、どうぞ、さあ、いけるかな、でももうチーム組めたっぽい、これね、ファンの人ともフレンドになっちゃいたいくらいだよね、すごい、また橘ちゃんとマジラさんとだ、そんなことある、今度こそ私は生き残る、腹ペコ、腹ペコクルー69さんもいますかね、これはファンの人じゃないかな、みんなでも一緒かな、マップ、マップ自体どうだろう、今いるとこはウォーターファールってとこにいます。
嘘、続けて同じこととかあったかな。じゃあちょっと激戦区避けよう。どこにしようかな。この辺とか行けないかな、遠すぎるかな。てみます。ちょっとあの左側もあるから、ちょっとよければ左側にも行ってみてください。マジェランさん拳で誰かやっててるよ。あ、もう激戦区は音します。間違えた、ごめん。いや、めちゃくちゃいるんだよな。でも全然揃ってない。割とこっち引きました。だってマジか、どうしよう、全然揃ってないわ。じゃあショック。飛行機どから消えちゃった。ほんとね、どっからだったか忘れちゃった、ごめん。どうしよう、マジでさ、マジで揃ってないからさ、戦いに行けない。スコープすらない。What's up?激戦区行くしかないかな。うわ、いた。あ、いた、見てるわ。うわ、一発当てたのに悔しい。悔しい。割と近くにいるんだよな。本当にね、すぐそこにいるの。この115の茶色い家にいるんだよね。間違えた。
本当にいるよ。2人くらいいると思う。どうしよう。私マジで家から出れないんだけど。あ、いるいる。めっちゃいる。私むやみに音立てるから絶対来るわ。こっち絶対来るわこっち。ごめん、車で移動させられたかも。どうしよう。うちで殺せなかった。レッドゾーン終わったら行こうかな。こう悔しい。車欲しいね。まだ4人来てる。回る？分かった。車探そうか。でもとりあえず回ろうか。あ、いるやん、どっかに。死んじゃった。おー、めっちゃ持ってるじゃん、この人。感謝。車探そうか。中性したし困っちゃうね。物資来たー。いませんように。やばい、ごめん、気絶させられた。いやー、虫取りに行ったあまりに殺されました。調子乗りに行ったら殺されました。悲しい。結果1キルもできず。悔しい、勝てなかった。狙われました。取りに行ったあまりに。
調子乗っちゃった。スモーク炊くべきでした。右、まじは右の方に、右打て、もっと左、そう、そこ左打て、で頭いいよ。もう一人もいる、右にもいる、上にもいる、右左にもいるよ。左、もうちょっと打て、頭打て、打て、頑張れ。一回あのカチャってして、弾カチャってして、カチャ、違う、あ、そう、リロードって言った。そう、二人いる、そこに。マジマラちゃんまた一人になっちゃった。うわ、スモーク炊いてる。そこ、打て、打つんだ。あと右、それ敵、それ仲間。それ仲間。あ、敵、あ、仲間じゃなかった。いけ。もうちょっと上の方狙って。そうそう。一回かけて。あそこ、狙ってるよ。もうちょっと右。頑張れ。いいよ。頑張ってる。違うよ、そこじゃないよ。リカーだよ、もっと。もっと左。その辺。いる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 。いるよ、ほら、しゃがんでる。しゃがんでるよ、そこ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 。頭狙って、頭。それ、仲間。それ痛い、それ痛い、それ痛いだよ、痛い。後ろにいるよ。え、待って、カメマルさんにやられてる。カメマルさんにやられてるわ、ジマナちゃんが。見て、見ていい？あ、カメマルさん頑張ってるもん。すごい。ファン同士でやり合っててるね。亀丸さんが今やってる。敵だったんだ。マジマちゃんの可愛い子は、あの死んだ人の箱を打つところが可愛かったな。でもあと一人だもん。亀丸さんのチーム今3人、あと4人だから、あと一人だ。ガチだね、これ。ね、悔しいね。しかもギリースーツ着てるんだもん。もう3人だったら余裕で勝つやん。とつったがもう早いよ、絶対。亀丸さんのチームにやられましたとさ、悔しいね。一回も勝てなかった今日は。またリベンジだな、明日から。知るのやめてください。ちょっと調子乗っちゃったね。ちょっとちゃんとやります、ちゃんと。そう、でもパブは私一人じゃできないから、あの絶対一人じゃやんないんで、もう今日の夜中からちゃんとセリフを言います。やっぱね、滑舌言われた、みんなに。滑舌ちょっとは悪いっていうか、緊張しちゃって
早くなっちゃうねって。全然いないね。あ、後ろ、左、左、左、あ、左、左って亀丸さん聞こえてるのか分かんないけど、小屋の中にいるよ。あれ、小屋の中じゃない？ほら、ナイス。会えなかったけど動画できた。おめでとう。亀丸さんが最後キルしました。素晴らしい。素晴らしいです。マゼランさんがキル4もしてます。ありがとうございます。こんな私の端に付き合ってくださって。ということで、ボ配信は今日はこれで終わります。ありがとう。よし、一回も勝てずでした。絶対ボットはずだったのにな。ハラペコクルーさん一緒だったんだ。じゃあ全員ファンの人だったんだね。ありがとう。すいません、役に立てず何もできなかったです。すいませんね。こちらこそありがとうございます。なんか週1回くらいなんかみんなとパブやれる日つこっていうのを前から言ってるはずなんだけどね。頑張ります。悔しい。ちょっと清めないとスイッチ入っちゃった。頑張ります。腰痛くなっちゃった。ってことで今からお風呂に入って、てっちゃんします。ね、ドボンもしようね。マジでドボンしてないか。いやでもこのおかげでてっちゃん気合いありそうなので頑張ります。ありがとう。久しぶりにやれてよかった。めちゃくちゃ感謝です。感謝。いやでもずっとやりたかったの。なんかすごいゲームやりたくて、その人がゲームしてる YouTube と見ちゃうから、そうめっちゃゲームしたくなっちゃったから、なんかやれてよかった。頑張ります。みんな上手くなっちゃうかもね。ちゃんと気合い入れてやっていこう。これからじゃあランキング読もうかな。ごめんね、ありがとう、見てくれて本当に。ランキング見ます。13位4民、アットマークミッサーは3、12位ブさん、11位ひのちゃんの中心さん、10位チョロさん、9位 MM ルールズアットマーク岐阜の夜と人生に乾杯さん、8位ヤッスンさん、7位 TK トンからアットマークタイのナトリドンさん、6位シュンスケさん、5位イナジアアットマークうな鉄の成長を守りたいさん、4位ゴーンさん、3位コニちゃん、2位YK アットマーク今日も安定スピンかわいい配信センキュー、1位レア君です。ありがとうございましたね。なる界隈は絶対強いと思うんだよな。だから私もそんなレビュー頑張ります。あのちきらず頑張ります。ありがとう。ということですいません、最後にゲームしちゃってすごい息抜きになりました今日。ということで、また明日お会いしましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。また明日ね。